はい、おはようございます。アンドお疲れ様です。さあ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 、お弁当です。ずらりんちょ、ね、今日はハンバーグと焼き鳥弁当という、なんとも豪華、そして塩焼きそばもついている。で、一番高いのはなんといってもほうれん草、ね。これだけでもう、ハンバーグと同じぐらいかかってますから、高い。ほうれん草は高いな。今時期高い。さあさあさあ、焼き鳥弁当ね、ちょっとボリューミーすぎましたかね、ちょっとね、白飯足んないかな。本当はね、ここまでやるつもりなかったんだけど、鶏溶かしちゃったからねちょっと乗っけるかと、ちょっと YouTube のことも考えてね、奮発しすぎたかな、これ。こんな感じでございますよ。ドン。もうちょっとアップ。アップにするとなんか汚いな。アップにするとなんか汚いな、やっぱな。ちょっとこんな感じでね、行きましょうか。引き続き朝ごはんですよ。後ほど。お疲れ様です。朝ごはんも終わりました、ね、朝から牛丼付きだよ、これミニ牛丼と、まあ、ハンバーグと目玉焼きですね。まあ牛丼あるからいいでしょう、ね、朝ごはん、ね、それとお弁当と、よっこいしょ、さあこんな感じ、ずら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 、どうも。というわけで、お疲れ様でした。また後ほど。じゃあね。